的です。バッハコラールアナリーゼ講座第11回目ですね。ではここからですね、ここですね、はい、まあここでね、前回ね、ハーモルで、ハーモルになりました、ハーモルで終わりましたよね、トニックで。で、それが、これとハーモルだから、移動、固定度で、C レーファーってなってますよね。C レー、ファシャープ。で、それが、その C レーファシャープっていうマイナーコードは、アーデュアから見たら、マイナーコードでスーパートニックですよね。ラーシーのシで。で、スーパートニックに読み替えますと。で、こっからはもうずっとアーデュアで行くんで。まあ、今まではこれ家族帳だったから、ソにフラットついてましたよね。ここのね、調合のソをフラット消してましたよね。こことか、こことか。だけど、またここで、ソ、ここのソ、シャープついてますよね。まあ、元のこの調に戻ったと、ソシャープになっていると固定度で。ということですね。なので、ここからずっともう臨時記号もついてないし、ずっとアーデュアでいきます。で、まあ、固定度で知れば、次がこれ見てみれば分かるように、ドーミーソーなんですよ、固定度で。うん。ドーミーソーの、ドシャープ、ミー、ソシャープのマイナーコード。ですよね。うん、はい。で、だから、でいきますね。あ、ではで、2、3と、スーパードニック、ミディアントといきますね。だからまあ、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、こっから聞いてみますか。じゃあ聞いてみます。うん、で、まあ、まあこれね、ミですよね。まあ移動度に戻しますよ。ミソソミソソシと。なってますね。で、ミがラ、シがド。このソ、一方のソ、これユニゾンでソーソーとなってますね。ソがドと。で、もう一方のソがソーファミですよね。なので、まあ、ラ、ミ、ド、ドと。ラ、ド、ラ、サード、重複、ラ、ド、ド、ミですよね。うん。で、次なんですけど、これまあ、まず僕はここを裏拍、表は分析しないんですけど、分析しようによってはこれラーソってなってて、ドーシーで、ここがあれですよね、ソファ見てミーファ、うん、ファでドレ、つまりソーシーレファと、ソー、シー、レー、ファーで、これ、ドミナントのセブンスと分析もできるんですけど、ちょっとこの、そう分析しちゃうと、ファーが、まあ、あれですよね、もし、こっちは、経過音と考えちゃうと、ファーが、セブンスが上がったりしてるし、もし、両方とも和音と考えて、細かく分析しても、そのね、ファーが、保留になったり、して、あと何よりもドミナントからスーパートニックっていう進行で、あんまりまああんまりやんない進行ですよね。ということで、いろいろ考える結果、やっぱりここの最初の表のこの2つ、この流れですよ、このドシラとラソファ、うん、この真ん中を経過音と考えて
そう考えればラソファでファドシラでラファドラですよね。でここがファファですよね。もう一個ファで、ここレと、そうするとレファファラで、あのスーパートニックのね第一展開系のサード重複、うん、とできますね。レファファラ、うん、レファファラと、うん、でですよ。でちょっとこっからまた見てほしいんですけど、これね、まあここ注目してください。スーパートニックの第一展開系とスーパートニックですよね。でそれを結ぶようにこれ全部まずはね、じゃあここねファーミーレと、で逆にここはレミーファとありますよね。ここでレとファをチェンジしてますよね。ファとレ、レとファと。でもう一方の方、もう一方の方はファでしょ、ファーソーラと、ファーソーラがあって、でこっちがラーソーで1オクターブ上がってまたソー、まあラーソーソーファですよ。でラソファ、まあ、ラソファっていうか、もしねこれ1オクターブ下げたとしますよ、そうすればラソファじゃないですか、うん、で こっちがファソラ、ファソンと、うん、ファソラですよね。ファソラ、ラソファで、ここもファとファとラをチェンジしてるんですよ。それで結局同じスーパートニックを作ってると、うん、そうですね。レとファの、レとファのチェンジ組とファとラのチェンジ組で結局同じスーパートニックのレファファラができるんですよね、こっちも。でこの真ん中のミディアントが、まあ、それをつないでる、まあ、かなり経過和音的なスーパートニックとスーパートニックを結んでいる経過和音的なコードになってると思いますね。あー、すみません。そうですね、これでいいですね。だけどさっき、ま、みたいにそのまんまねこう下がっちゃうと、ここでもう1オクターブ以上空いちゃいますよね。1オクターブプラス3度ですよね。あ、うん、そしてラソファ、うん、そうですね、ファとラだから1オクターブ以上、1オクターブプラス3度離れちゃうから、バッハはこうやって上げてまた下がってまた順次でみたいな、うん、本当はずっと順次でそのまま行きたかったんだけど、1オクターブを挟んで順次をしたみたいな感じなんじゃないでしょうかね。うん、そうですね。でその時にできるこの真ん中のミディアントは、あ、そうね、ドっていうかあれですよね、ファーソファミ、うん、そうですね、そう、これフィフスがないんですよ。だからミーミーソーソーですよね、うん、そうだから ミーとソー、ミーミーソーソーで、まあ経過的にできてる、まあミディアントと考えます。うん、そうですね、そういうことで、まあそれでレーファーファーラーがまだできると。だから今度はこっちがバスがレで、うん、ソプラノとテノールがファで、うん、ラですね、ここはラで、ここが、うん、まあレーファーファーラと、でここラシってあるじゃないですか、ラシ、そうするとまあリーディングノートコードとも分析はできるんですけど、まあ僕はしなかったです。やっぱり裏の拍だし、あとこれここをちょっと注目してほしいんですけど、シとファがありますよね。シとファで、シがド、ファがソ、そう考えると弦5度から完全5度への進行ですよね。これあんまり良くないですよね、まあ、連続5度という意味で。
だけどまあスーパードニックの力の方が強くてスーパードニック1って考えれば、うん、っていう考えればそれを結ぶ単なるラシドとその経過音的に考えます。なので和声分析しませんでした。ということでまあレドファミファソとこれでもうドミソ揃えますよね。でもう一個ラシドでドトニックを重複してるとドドドドでそうですねミソかドドミソ、はい、というで次ですね、うん、でそうですね、はい、ではドミソでしょドド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 、うん、ではそうですね、まあこれすごいまあこの辺この和声分析してるところ以外のこの間の部分すごい2度でぶつかってますよね全部。うん、すごい綺麗美しいぶつかり具合ですね。うん、まあドミソドとでドはそのまま保留でこっちがドレミソとなってますよね。それでこのソはそのまんまとドミでそうでしょう。うん、すごいぶつかってますよね。うん、ドレとファソがぶつかりますよね。で今度またドからミに向かうのとミからソに向かってるからで ドはそのまんまだから下3声でドミソができるじゃないですか。でできてこれがそのまんまソのまんまだったら普通にね無難なドミソなんのまドミソはまたできるんだよできるんですよ200目で できるんですけどバッハはここをファに下げてつまりこっちはファソって言っててこっちはソファって言ってるんですよ。だからもう2度でぶつかりまくるんですよね。うん、でだからやっぱり経過音的なんですよね。こっちはソからミに向かってると考えます。うん、これすごい綺麗ですね。うん、でここで初めてまあファとラができますよね。ドレミファとミファソラとファーラできてファーラドでファーラドって下三声がサブドミナント作ってでここがソファミっていうミがこれセブンスオンですよね。サブドミナントのセブンスオン、うん、だからまあセブンスオン保留じゃなくて順次で入ってくるセブンスのやり方ですね。まあこれもありだと思います、そうですね。でまあファーラード、うん、ファーラードミとまあ綺麗に下から順々にセブンスができてでここでまあファーラ、うん、ファーソラシとソシができてでこれミがレに下がればねまあちゃんとセブンスだから下がってますよね。これでもソシレができてますね。それでここのアルトだけが跳躍してドからソニーでまたそのルート音をダブリングしているということですね。うん、まあ、こんな感じですね。で、まあ、今日の特徴としてはまあすごいやっぱりなんていうんですかね、順次進行がどの声部も滑らかですよね。こう順次
ここもオクターブを考えなければ全部順次じゃないですか。ずらーっと来て、またずらずらーっと。ここもね、順次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 、最後だけね、まあ、跳躍ですけど、ここも最初跳躍で、あと順次順次順次って、だからすごい、やっぱり、この、8分音符と4分音符を混ぜつつも、順次で経過音を混ぜつつ、ちゃんとこの和音、経過和音、こういうところは経過和音をうまく使いつつ、ちゃんと和声を作ってるんですよね。まあここはね、フィフスが抜けてましたけど、うん、そういうテクニックがすごい、やっぱりバッハは上手いですよね。バッハというか、まあこれが大砲、やっぱり大砲的なんでしょうね。メロディーが全部のメロディーが歌っているというか、順次で歌っている大砲的な、大砲でありつつもちゃんと和声ができているといううまさをやっぱり注目して学んでいきたいですね。このね、的な和声進行で、それをうまく順次で結んでいることによって、すごい順次の滑らかなメロディーが全てのセーブでできているという、これはやっぱりもうテクニックですよね。ではまあ今日はここら辺で、今日のお話ためになったなと思った方はグッドボタンをよろしくお願いします。であと、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。